城山公園は愛媛県松山市丸の内、堀の内にあり、城山とその周辺を公園とした都市公園である。正式名称は城山公園で松山城の本丸、二の丸、三の丸を包括する。城山樹荘は県の天然記念物。公園全域は文化財保護法に基づく史跡であり、松山城大天守などの建造物が、 国の重要文化財に指定されている。桜の名所であり、日本桜名所百選に選定されている。桜の開花時期は、花見客で賑わう。公園内に、NHK 松山放送局、愛媛県美術館、愛媛県立図書館、松山市民会館がある。従来あった松山市営球場や、競輪場は、松山中央公園に移転された。 2020年東京オリンピックの聖火リレーでセレブレーション会場となった聖火ランナーは公募により1万人程度が選ばれた聖火リレーについて組織委員会はスポンサー企業4社と各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に延べ53万5717件の応募があったと発表した2020年東京オリンピックの聖火リレーは 新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響で1年に延期され、2021年4月21日に聖火ランナーが松山市内を走る予定だった。東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会は4月14日、松山市内のリレーについて、公道での走行を断念と発表。4月21日、 一般観客を入れずに、城山公園で点火セレモニーを実施した。など、松山市のホームページを参照。いずれも伊予鉄道の松山市内線である。ありがとうございます。